けましておめでとうございます。今年も船橋シティニュースをどうぞよろしくお願いいたします。さて、新年1回目の放送は昨年7月に船橋市長に就任した松戸徹船橋市長とともにお送りしたいと思います。市長、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もあの船橋の元気な街づくりの様子をシティニュースでいろいろ流したいと思ってますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。松戸市長は現在59歳、昨年の6月23日に行われた船橋市長選挙で当選し、第22代の船橋市長に就任しました。市長に就任される前は市職員として、はい、また市長をサポートする副市長としてお仕事をされていたわけですが、はい、実際にご自分が市長となられてどのように感じられましたか？そうですね、まあ、あの就任をさせていただいてから、まあ、あの市のイベントだけではなくて、いろんなあの地域のイベントやあのいろんな分野のイベントに伺っていろいろお話をさせていただきましたけれども、改めてその船橋って本当にあのエネルギッシュな街だなというふうに思っています。そしてあのまあ当然市政の舵取り役としてまあ最終判断をしていくわけですので、その責任の重さというのはもう本当にひしひしと感じてますし、まあ、そういった責任を持ってまあ船橋の力をもっと生かしていければなというふうに思っています。さあ、ではここからは船橋が持つ力、ポテンシャルについて伺いたいと思います。あの市長は常々船橋は市民力や都市力にあふれている、とてもこう力のある街だということをおっしゃってますよね。あの若い世代の人たちが自分たちでいろんな活動をしてこの街をこう作っていこうという動きが出てきてるんですね。あの小松菜農家の若手の人たちがもう栽培技術だけではなくて、自分でこうそのお店に行っていろいろ販路を拡大するためにレシピを考えたりとか、それとかあとはあの小学校に行って食育をやってみたりとかで、あのそういったことで内閣府からまた表彰されたりとかですね、本当にあのいろんな動きが出てきています。であのこれはもう農業だけではなくて漁業もそうだし、そしてまた工業の面でもいろんなアイデアを出して、それで自分たちの普段のことだけではなくて町づくりとしていろんなそういうのをそういったものをこう結びつけようとしているんですね。そしてあの毎年行われている1000人の音楽祭、はい、これもまたあの市内のアマチュアの音楽家が集まって自分たちの手で企画運営を行っているものなんですよね。はい、そうですね、あの1000人の音楽祭も本当にあの全国に誇れるこんな規模の音楽祭多分ないと思うんですけども、演奏者だけで2000人ぐらい集まるし、であの観客の方も3000人ぐらい来て入りきれないぐらいなんですね。であの船橋はもうご承知のようにアマチュアの吹奏楽団とか本当に歴史のある活動をしている団体もあるし、学校の音楽も盛ん で音楽への思いをある人たちが1年かけて企画をずっとやってくるんです。そして船橋は学校の部活動も盛んで、この音楽のクラブの方も優秀な成績を収めていますよね。はい、船橋はあの特筆するのはあのそういったもちろんいろんな賞をもらうこともすごいんですけども、ほとんどの学校に吹奏楽科管弦楽部があるんですね。でお互いにこういろいろこう切磋琢磨しながら自分たちの演奏っていうのをものすごくこう高めていってくれています。で今年去年の音楽で言えば宝田中学校が4度目の日本一マーチングコンテストですね、日本一になったりとか、多分今年もあのいろんな形で頑張ってくれるというふうに思っています。2020年東京オリンピックの開催が決まりましたが、このスポーツの上での若い力の活躍というのも見逃せないですよね。あの去年はあのインターハイでは市船が、まあ、サッカー、水泳、体操、あの本当に陸上もそうですけども、いろんな分野でもうメダルラッシュになりました。であのサッカー部は8度目の優勝で全国最多になりましたし、で体操ではあの早坂君というあの3年生が総合優勝をして、で2位準優勝も谷川君という市船の生徒でした。でその谷川君の弟さんが宝田中学校の3年生で、やっぱり昨年あの全国の中学校の選手権で総合優勝してるんですね。多分私はあの2020年のオリンピックでは船橋から地元の子どもたちが選手になって出て、そして多分メダリストが誕生するんじゃないかなというふうに思ってます。大注目ですね。もうぜひあの期待をしてもらいたいと思ってます。はい、さあそして昨年こう全国的に
船橋が注目を集めた話題といえば、船橋産品ブランド PR キャラクターの船右衛門の登場がありました、はい、そして船橋への感謝状の贈呈というのもありました、はい、そうですね、まあ、あの船右衛門別にあの船橋に対抗して作ったわけでも何でもなくてあのちょっとそういう構図を社会的に作られてしまったんですけども、船橋市のいろんなそういう産品とかをですね、全国にももっともっとあのいいものなのでアピールをしていくということでセレクションというのをやって、で、まあ、あの工業製品もその後続いてやったんですけども、でそんな中で船橋は船橋でものすごく船橋のことをいろいろアピールをしてくれてですね、で梨も九州からあの注文が来たりとか、今までと全く違うあのこうやり取りがあったんですね。で本当にあの貢献度が大きかったので、市として正式にあの感謝状を差し上げたいという。さて続いては都市緑についてお伺いしたいと思います。船橋の持つ都市緑、その一番の特徴というのは何でしょうか。やっぱりこれ絶対的な都市緑のアドバンテージというのは、あの東京首都圏から20キロ圏内にまず船橋が位置をしているっていうことと、それに加えて船橋は海があって、まあ、商業地域だとか住宅地とか、まあ、自然も残ってるわけですね。そこにあの昔から の鉄道網がすごい発達をしていて、あの9路線で35駅あるんですけど、こんな市は全国他には絶対ないんですね。だからあの東京湾全体で見て千葉側のベイエリアっていうところを見ると、船橋がちょうど要になってるわけですよ。でそこの地理的な条件っていうことのアドバンテージが非常に高い。そうした都市の力と、そして自然がこう調和したのがこう船橋であると言えるかと思いますが、まあ、住みやすいというだけではなくて、農業や漁業、そして工業というこう様々な産業がバランスよく、バランスが取れているというのがありますよね。でその中からまず船橋の農業についてお伺いしたいと思います、はい、あの去年のトピックスとしては、あの人参があの全国で初めて商標登録を、船橋の人参ということで商標登録をされました。味本当に美味しいです。あのジュースなんかにしたら甘くてですね、これはもう他で飲めないなと思うぐらい美味しい人参ですし、今ブランドで進めているのは小松菜と、あと葉付き枝豆っていうのがあるんですよ。もうその枝豆の姿を見たら感激しますね。芸術品のようにものすごい綺麗にできているので、芸術品のように梨についてもあの2年続けて千葉県で農林水産大臣賞を取ってるんですね。だからもう本当にあの品質と環境と全てがなんかものすごくいい形になってるというふうに思っています、はい、では続いて漁業についてはいかがでしょうか。今あの高級魚のスズキの水揚げが日本一なんですね。で意外に知られてないんですけど、船橋ので水揚げされたあのスズキっていうのはものすごくあの高い評価を得てます。であと海苔もあのブランド化をしてあって、あの本場の本物というあの三番瀬海苔という形になってますし、アサリも美味しいですね。で最近はあのホンビノス貝というあの今までなかったんですが、それが取れるようになって、ちょっとあのハマグリ のような感じで、それも非常に美味しいですね。さあでは船橋の工業ですが、はい、全国的にもやはりこれもまた誇れるものだと思います、うん、船橋の工業っていうとあの意外に知られてないあの優れた技術力を持っている中小企業の方たくさんいらっしゃるんですね。で大きなものとして言えば、やはり食品コンビナートがあの本当に全国でも有数の規模を誇ってるんですけども、いろんなチョコレート工場ですとかあのお惣菜とかいろんなものが作られています。であの食品コンビナートはあの災害の時にまあ、そういうあの食品を提供してもらえるっていうあの災害協定を結んでますし、非常に力強いというか、あの市民の皆さんにとってもとても大きな役割を知っているというふうに思います。ここまで船橋の魅力について伺ってまいりましたが、それではですね、市長は今後船橋をどのようにしていきたいといいますか、今後の姿というのをどのようにお考えでしょうか。あの私はその今あるものをしっかりと生かして、であのこう育てていくっていう、そのためには私が一番必要なのは市民の皆さんの市民同士のつながりをもっと深めてもらうことだというふうに思っています。ですからあのいろんな異業種であの若手の人たちをこう交流をしてもらって
て、その中で新しい産業をまた見出していってもらうとか、まちづくりの中でそういったものを生かしてもらうということで、船橋の魅力をさらにこう強めていって、もう住んでてもいいなってもう本当に思ってもらえるような町にしたいし、そして当然他の市からも船橋ってなんかいいねって言われるような町にしたい。でちょっと大きな夢にすると、世界地図を見てね、日本の地図、日本をこう見た時に、東京は当然ですけど船橋っていう単語がアルファベットで世界の人に認知されるような、そのぐらいの魅力はあると思いますんで、町にもしていきたいというふうに思うので、その辺はもう世界に向けての発信力っていうのもどんどんちょっと強めていって、今の素材をどうやって提供していくかっていうのをもうやっていきたいなというふうに思ってます。なんて言いますか、船橋へのこの愛といいますか、熱い思いがもう溢れんばかりでいらっしゃいますね、まあ、そうした目標をでは達成するために今年進めていこうと考えていらっしゃる取り組みは、まずしっかりと市民生活を支えるという意味では、船橋の行田団地のところに国家公務員 の, 体育センターがあって、そこに防災拠点ですとか福祉のいろんな施設を今集約的に作るということを進めています。そしてあとずっと懸案だったんですけども、市の保健センター、保健所と夜間急病診療所とかいろんなものをちょっと加味してですね、で市民の健康を守るという施設もまた作っています。で同時に今年は進めていきたいというふうに思っているのは、やはり10年後に船橋市は75歳以上の方がもう8万人を超えています。でこれをどうするんだということがやっぱり市にとっては大きな課題なわけですね。ですからなるべくいつまでも高齢者の皆さんがお元気でいただけるように、介護予防のプログラムを提供させていただいて、それで万が一介護が必要になった時に在宅でもいろんな形でサポートができる地域包括ケアというのを、まあ、去年からいろいろ医師会とかいろいろ介護関係の方とかですね、お話を始めてますので、これをまあしっかり進めていきたいというふうに思っています。あとは子どもたちのためには、やはりいじめの問題、大きな問題は起こってませんけれども、ちょっと心配事があった時にすぐ相談ができるようにという体制を作るために、スクールカウンセラーを全ての小学校に配置をしたりとか、あとは医療センターも今非常に優れた技術で市民の皆さんが守ってるわけですけども、施設的には限界が来ているので、これを建て替えるための準備もしていきたい。当然これは予算も伴うので、議会の方ともまたいろいろ議論をさせていただいて、その中で、まあ、しっかりと進めていきたいなというふうに思っています。あとはもう一つベーシックなものとして、市の組織としては去年私は就任をしてから接遇日本一ということを掲げさせていただいて、まあ、職員の方もかなり積極的に取り組んでくれている職員も増えてきましたので、これをしっかりとやって、市役所の信頼、市民の皆さんから本当に信頼される市役所っていうのを、まあ、これはもうずっと続けていきたいなというふうに思っています。今年最初の船橋シティニュースは、松戸徹船橋市長に船橋の魅力、そして船橋のまちづくりについて伺いました。さあではこちらにですね、色紙がございます、はい、最後に市長、今年の抱負をこちらにお願いいたします。じゃあ大丈夫です、はい、ありがとうございます。もう色紙なんて書いたことないから緊張しますね出来上がりました。では見せていただけますか。字がちっちゃくなっちゃいましたけど、はい、笑顔と文字とイラストがございますがうわー、可愛らしい。これはどんな思いを込められましたか。やっぱり町って笑顔が溢れてる町が最高にいいと思うんですよね。だから本当にもう一人でも多くの市民の方に笑顔になってもらえればという願いを込めて書きました。ではこの笑顔が今年は船橋いっぱいに溢れます。はい、そうなれるように頑張ります。はい、市長今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。